皆さんこんにちは。アイヌワルツで有名な演歌歌手の新野美香さん。新野美香と荒木豊妃サリコン理由と子供がいない理由について紹介します。まずは新野美香さんの経歴とプロフィールから紹介します。新野美香さんは大阪府貝塚市で生まれ、相愛高等学校を卒業後、著名な作曲家市川翔介に師事し、デビュー時には第二の都はるみとして話題を呼びました。男女問わず多種多様な歌曲をこなし、その圧倒的な歌唱力でロックフェスやアメリカの SXSW18 など国内外の大型音楽イベントにも出演、ジャズやシャンソンなど幅広いジャンルで支持を集め、演歌ディーバの称号をアメリカで得ています。グラミー賞を受賞したマンハッタントランスファーのジャニス、シーゲルと共演するなど多岐にわたる活動を展開しています。また少林寺拳法、小型船舶操縦、ハングル能力検定など多彩な資格を持つことでも知られており、地域の観光大使も務めています。荒木豊久さんは大連出身で、戦後熊本に移住、日本大学芸術学部を卒業後、モーグルの競技中に大怪我を負い、そのリハビリ中に四季の歌を作曲し1972年にデビューしました。その後有限会社荒木組やフォークグループ電書鳩で活躍し、紫綬褒章を受章するなど音楽界での功績を残しています。新野美香さんと荒木豊久さんの慣れ始めについてはほとんど明らかになっていないのですが、新野美香さんの歌の中で初めて荒木豊久さんが作詞した楽曲は1990年にリリースされた人生や汽車でしたので、出会ったのもその頃だと考えられます。当然ではありますが、初めはお互いに初対面であり、新野美香さんは荒木豊久さんのことがあまりにも恐れ多く話しかけることができずにいました。そんな新野美香さんの気持ちを察した荒木豊久さんは、何気ない話題から会話を始め、新野美香さんの緊張をほぐしてくれたようです。先生と生徒のような関係から交際、そして結婚にまで至ることができた背景には、荒木豊久さんの優しさが少かなからず影響しているものと思われます。新野美香さんは荒木豊久さんとの16年間の結婚生活において子供を産んでいません。結婚当時新野美香さんは34歳だったので、理論的には妊娠の可能性はありました。しかし当初から多忙な日々を送り、2人の時間を楽しみたいと考えていたこと、母が再婚であったこと、前妻はタレントではなくすでに2人の子供がいたなどが、2人が家族を増やさない選択をした理由だったのかもしれません。ここまで家族について触れてきましたが、美香さんについて調べてみると韓国というワードが浮上します。しかし前述の通り、美香さんは日本で誕生した日本人で韓国人ではありません。なぜこのような噂が出回ったのでしょうか。1987年に初めて韓国を訪れた際に、韓国の音楽に辛辣われた美香さんは独自で韓国語の勉強をし、1999年に韓国歌手デビューしました。実は美香さんは日本人として初めて韓国でデビューした歌手なのです。デビュー15周年記念アルバムの企画で韓国の作曲家に曲を提供してもらうこととなった美香さん、韓国の著作権協会と連絡を取り作品を集めていたら、どこからかその話を聞きつけた依頼していない作曲家からも曲が届いたそうです。そしてその楽曲に吉岡さんと荒木豊久さんに詞をつけてもらい、日本で発売することになりましたが、韓国サイドからも韓国語に訳して韓国でも発売しませんかとオファーを受け、日本人として初めて韓国デビューすることとなったのです。その後頻繁に韓国へ行き、さまざまな番組などへ出演する日々が続いたそうです。さらに2001年には NHK のハングル講座にもレギュラー出演していました。ここから韓国系の噂が出てしまったようです。美香さんは韓国以外にも病気というキーワードもよくヒットします。美香さんはどのような病気なのでしょうか。美香さんはこの40年近くの中で数えてみたら実に20回近く体にメスを入れて乗り切ってきたと語り、繰り返し手術を受けてきたことを告白しています。いくつかご紹介します。新野美香さんはいつも元気ですねと言われ続けていて、美香さん自身もそう思っていたそうです。
そして美香さんはこう続けました。この40年近くの中で数えてみたら、やはり10回近く体にメスを入れながら乗り切ってきたんです。でも考えてみたらおかしなことでね、一昨年かな、やっと自分の体がどういう病気かっていうことも分かって、と美香さんがお話しされるのを聞きながら、美香さんはやはりご自身の身体のことをあまりよくわからないままに過ごして見えたのだなと理解できました。美香さんご自身、考えてみたらおかしなことでねという言葉通り、気づかなかった自分に対して、なぜもっと早く自分の身体の不調が病気の症状であったことに気づかなかったのかな、10回近くも手術することになってしまってという思いを改めて思ったのでしょうね。まずは美香さんが2020年3年前に頸椎可能性脊椎炎の大手術をされたことにつての話になりました。首の前と後ろコルセットをしておりますけど、前と後ろを同時に切って開いて可能している骨をプレートで今固定をしている形ですねと説明をされましたが、その写真を見てみるとコルセットをしながらも笑顔でパソコンとかメモ用紙も写っているので、きっとお仕事をされていたのでしょう。そして美香さんは今元気です。おかげさまで本当に素晴らしい手術をしていただいて助かりましたと話されました。その次に徹子さんは、美香さんが2年前に左足の大腿骨頭外視して手術をしたという話題へと導きました。美香さんはそのことについても、そう首が終わって1年やっとっていう時に、今度はまた足ですね、大腿骨頭でも痴漢手術って今本当に素晴らしくて、先生方のおかげで今何ともなくいられますと答えました。そしてさらにその次に徹子さんは、そうですか、だけど去年3月は腰椎椎間板ヘルニアの急性麻痺と続けていきました。するとそれについても美香さんは、大腿骨頭から3ヶ月後やっとリハビリも目処が立ってっていう時に、突然足がもう動かないぐらい麻痺し始めたんですね。それはやはり脊椎腰椎が悪かったですね。で緊急手術だったので、この時初めて予定していたコンサートもチケットが発売になっているものを払い戻しさせていただいて、これがね辛かったですね。自分のためにたくさんの方に迷惑をかけるっていうことを今まではなんとか乗り切ってきたんですけど、ですけれどと話されたのです。これだけ次々と病気の治療を受けてきた新の美香さんなのです。美香さんがこうしてリハビリをして歌手生活に復帰できた、そのこと自体がおそらく奇跡的なことだと言えるかもしれません。本当に医療スタッフのサポートってすごいですね。でもこれからは予防が大事です。50代以降にかかりやすい病気もあるのですから、新の美香さんは腰椎椎間板ヘルニアの急性麻痺の時には病院に駆け込んで5時間後くらいにはもう全身麻酔をしていたそうです。腰椎椎間板ヘルニアの緊急手術は令和4年3月に受け、その翌月である4月には左足の甲の腱の断裂のため自分の太ももの腱を切り、切ったその自分の腱を足の甲に移植する手術を受けたのです。緊急手術の後にまたそんな移植手術をすることになっていたとは驚きです。整形外科のこんなギプスがあって、これで着物を着て初めてお仕事始めたんです。富香さんは話して見えたのですが、なんだか美香さんは手術慣れしている、ひょっとしてその時に装着していたギプスの写真を見ながら、美香さんは今いろんなものがありますね、本当にたくさんの先生方に助けていただいてと感謝の気持ちを話されていました。新の美香さんが再婚する可能性はどの程度あるのでしょうか。2015年に離婚してから早くも5年以上の年月が経過し、そろそろ人生の伴侶が欲しいなと思う頃でもあるかと思われますが、実際のところは現状の生活に満足できているそうで、伴侶こそいないもののファンや仕事仲間、そして窮地の親友に囲まれた生活ができている今を思いっきり楽しみたいという気持ちになっているとのことです。最近では音楽番組だけではなく、トーク番組や情報バラエティ番組にも積極的に出演するなど精力的に仕事をしていますので、今後しばらくの間は新の美香さんが結婚する可能性は低いものと考えられます。
最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。